トマスビー・ジェフリー・カンパニーは、アメリカ合衆国の自動車メーカー。ウィスコンシン州家納車で1902年から1916年まで、活動シランブラー及びジェフェリーブランドの自動車を製造した。コーマリージェフリー・マニファクチャリング・カンパニー、自転車会社がその前身企業。ナッシュ・モーターズが後継企業。そして、アメリカン・モーターズ、クライスラーにつながる会社である。 トーマス B ・ジェフェリーヒズ1897ランブラープロトタイプトマス B ・ジェフリーは発明家であり実業家でもあった。19世紀末、アメリカで自動車に興味を持った自動車黎明期の起業家の一人であった。1897年には試作車を製造した。トマス B ・ジェフリーは自動車を真剣に考え G&J 持ち分をアメリカンバイシクルカンパニーに売却し、 新会社設立費用を捻出した。トマスの息子であるチャールズ・ィ・ジェフリーが1901年に A 型および B 型の試作車2台を製作した。革新的な技術を2つ採用していた。ステアリングホイールとフロントマウントエンジンだった。その時点でチャールズは1902年の生産を予定していたが、この野望は父の説得により、最終的にティラーと 座席下のエンジンに落ち着いた。1902年から1908年まで、ジェフリー社の自動車はより大型により信頼性ある車両となった。ジェフリーの車両はアセンブリーラインで組み立てされた。アセンブリーラインでの生産はランサム・イーオールズに次いで2番目だった。1903年、ジェフリーはランブラー車1350台を販売した。 1905年にジェフリーは2倍を販売。チャーリーが1904年以前にステアリングホイールにしていたことも理由の一つだった。1907年、ジェフリーは様々なボディスタイル、ボディサイズで幅広い車両を製作した。5人乗り 2500US ドルのランブラー車は車両重量2600ポンドで 40HP エンジンを搭載していた。1910年4月、 トマス・ B ・ジェフリーが旅先のイタリアのポンペイで亡くなった。同年6月にトマス・ B ・ジェフリー・カンパニーとして会社を創設した。チャーリー・ T ・ジェフリーが社長兼総支配人 H.W. ジェフリーが副社長兼会契約となった。1915年、チャーリー・ T ・ジェフリーは創業者の父トマス・ B ・ジェフリーを、たたえ社名をランブラーからジェフリーに変更した。 1916年、g h ディが会計役となり、H.W. ジェフリーは副社長に専任。G.W. グレーナーが初期役、L.H. ビルが総支配人、J.W. デコが工場長、あるレッケが販売部長。チャールズ・ T. ジェフリーは1915年のルシタニア号沈没で救助されたことで、残りの人生を楽しむことに考え方を変えた。 1916年8月にチャールズ・ナッシュに会社を売却した。横に伸びたジェフリー工場1915年頃ジェフリーはゴーマリージェフリー売却で得た資金でウィスコンシン州家納車にあったスターリング自転車会社の工場を購入。工場建屋は 600X100 フィートだったが、1916年には建屋面積で20エーカーズ、敷地全体では テストコースを合わせて100エーカーズの広さになった。第一次世界大戦中、ジェフリーは四輪駆動トラックを開発した。これは、クワットトラックと呼ばれジョンパーシングの指揮のもと、連合軍の重量用途で使われた。四輪、駆動、四輪、ブレーキ、四輪ソーダだった。ありがとうございます。